はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の65周年記念のオープニングで大輔お兄さんが登場してくれましたね。大輔お兄さんといえば歌のお姉さんは匠お姉さんと初子お姉さんだったんですが、初子お姉さんとは1年、それ以外はずっと匠お姉さんとされていたんですよね。そして匠お姉さんは引退されているので、テレビの前のお友達も匠お姉さんもというふうに声をかけていたのが印象的でしたね。はい、今日はお母さんと一緒の65周年記念のオープニング、大輔お兄さんの登場についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。